赤い悪魔と呼ばれたマンチェスターユナイテッドからある意味電撃移籍をしましたデビッド・ベッカム、イングランド代表のキャプテン。なんといっても今ポジション長谷川さん見ても右サイドに取っているようですが、はい、右からのクロスあるいは右足から放たれるフリーキック、うん、これは楽しみですね今日のゲームね。さあ間もなくキックオフを迎えようとしています。コンディションを崩している選手あるいは欠場をする選手がいて、コンビの熟成というよりはリザーブの選手たちに経験を積ませたいというような話を試合前にレアルマドリードのカルロス・ケイロス新監督がしていました。さあキックオフです。 FC 東京ボールのキックオフ。そうですね、まずはどうでしょう、前半はやはりベッカムという感じでしょうか。そうですね、ただあのフィーゴも自由に真ん中から今左にも出てきましたから、その辺両サイドの攻撃非常に見応えあると思います。さあ FC 東京のチャンスだ。阿部マークするのはルベン、三浦文武前が空いてシュートに来ました、うん、去年出ていたパポンという選手もいます。そうですね、あのイエローはやっぱりチームの支柱でしたから、さあもう一度阿部です。阿部が抜けてくる、ルベンが対応しますが、ショートコーナーで来るケリー、宮澤からクロスが入って飛び込みました。最後は森は22歳以下のエジプト遠征のメンバーから漏れたお庭のヘディングシュートが入りました。これ原監督だいぶリスタートの非常にスピードのあるフォワードに少しこう弱いところがありますからね、この辺もあの FC 東京が狙うことができればですね、チャンスもできるんじゃないかと思いますね。ロングシュートに来ました。一番右がデルボスケ監督に代わって就任をしたカルロス・ケイロス監督です。まあ、ジュリオ・セザルとかね取りましたからね。まだ直接狙えないフリーキックです。ラウルのヘディングシュートだーっと土井が防いだ。あーフィーゴからラウル、難しい体勢からでした。いやーただねあの辺の、まあのフリーキックの場合には直接チャンスだ。あーっと後ろから引っ掛けました。ベッカムのファウル、ベッカムに対してイエローカードです。周りとの馴染み具合どんな風に見えますか。そうですね、今のところは問題ないと思いますけれどもね、ただまだレアルの方は攻撃の流れの中でいい形っていうのはちょっと作れてないですよね。ケリー、その右サイドではないフィーゴ、ラウル前にポルティーリョ、ポルティーリョがあっと藤山が引っ掛けてしまいました。国立競技場はカメラのフラッシュがたかれています。ベッカムが直接狙ってきた、土井が防いだ。ベッカムが直接狙ってきました。前半の19分、まあ本人は納得してないでしょうね。ああ壁の間です、うん、本当はもうちょっと上を負けれれ。 FC 東京中盤で奪う、うん、いいですね。ああモニワです。前にケリー、ババがあっと足がかかりました。ここはファウルありません。後ろからミドルシュートに来て、宮沢から速いボールだ。ベッカムのヘディングでのクリアです。少しクラクラときたでしょうか。今日はジダンは左の太ももの裏を痛めて欠場です。中に4人入ってます。さあケリーだ、チャンスだ。ケリーが中に合わせてきた、戸田はダメ。ベッカムからラウル・ブラボー、いやー今ワンタッチでのプレーでした。ベッカムが中央に入って非常にこうボール触るようになりましたよね。で彼がさばいてリズムを作ってますよね。ベッカムからさあクロスが入ってポルティーリョー、残してしまった、ボールを忘れてしまいました。ポルティーリョ足が速いですよね、他の選手よりも。ということは今長谷川さんご覧になって、うん、そのベッカムと周りの選手馴染んでリズムも合ってきていると。合ってきていると思いますね。さあ逆に FC 東京のチャンスだ。先ほどはこのポルティーリョがベッカムからの絶好のボールをちょっと距離がいいでしょ。またラウルとフィーゴがややコンビネーション、さあシュートだ。
さあここは早くリスタートしました。チャンスだ、折り返して、クリア入った。エルゲラが後ろから来た。もう一度同意が出ます。ああ今のは直接は狙わずに、おそらくレアルマドリードは後半の頭から選手を何人か入れ替えてくると思いますが、宮澤のシュートだ。ラウル、ソラリが前に出て、そのソラリですが、レアルマドリードボールのフリーキック。長谷川さん、直接狙えますか？狙えると思いますね。壁は3枚。土井はベッカムから見て左を切りました。さあベッカム、ベッカムのレアルマドリードでの初ゴール、東京国立競技場で記されました。前半の37分、フリーキックを直接ねじ込みました。ゴールキーパーの、ね、土井もちょっとね迷ったんでしょうね。近いサイドに来るのか、それともね、あの遠いサイドに来るのか、一瞬ね躊躇したんですよね。長谷川さんがご指摘のように、こう中に入ってきてからこうリズムつかんだような感じですね、うん、本当にそうですね。チャンスだ、フィーゴ、中通して、ポルティーリョ、後ろからソラリのシュートだ。2点目、前半44分、最後はアルゼンチン代表のソラリ、中央をこじ開けていきました。レアルマドリード、いや今のはすごかった。このパスワークはすごいですね。フィーゴからポルティーリョ、ロスタイムに入りましたが、そのロスタイムは1分です。ルゲラ、中にベッカム、ベッカムからポルティーリョはと、あ、前半の途中には今のような右足のアウトサイドでワンタッチで前にボールをさばくというようなシーンもありました。ここで前半終了です。前半はこのベッカムのフリーキックから始まって2得点、今後半のスタートです。ベッカム、あ、ベッカム後半のスタートは内側にポジションを取っています。挟んで奪いましたレアル FC 東京、シュートに来ました。金沢のシュートはわずかにクロスバーの上でした。いやでもいいシュートですね、金沢ね。さあまた宮沢からになります。あ、直接来たでしょうか。ロベルト・カルロス、あっと、アンビアッソ、もう一度ロベルト・カルロス、ワンタッチでロナウドが入っていきますが、そのロナウド、昨シーズンは23点を取りましたスペインリーグ、まあ、今シーズンはベッカムが加わったことでもっと点が取れるようになるだろうとコメントしています。ベッカム、ロナウドへ、ロナウド、ラウル、あっと、マケレレ、失礼、アンビアッソ、あ、自陣のペナルティーエリアでつないできます。ミチェル・サルナド、両サイドバックが上がってくる。ロナウドのポストプレーからコーナーキックです。いや、あの辺はロナウド強いですね。背負っててもビッグともしない。ベッカムからもう一度、さあそしてラウルだ、ラウル浮かせて、これはダメ。ラウル、トコインをゴールキーパーの動きを見て浮かせるシュートでしたが、これはダメ。いや、この辺のねフォワードの2人の関係ね、ベッカムからロナウド、ロナウド、そしてラウルですよ。ベッカムからロナウド、ロナウドからフィーゴ、ディフェンス2人入ってきますが、あっとそのディフェンスのファールになりました。 FC 東京、レアルマドリードボール、早いリスタート、飛び込んでくる、ラウルのヘディングシュートはダメ。いや、ただ長谷川さん、今日いくつ今のようなですね早いフリーキック、うん、この時間もずっとベッカムは中にいます、ここにいます。ロングシュートが来ました。
11人がベンチに入っていて、その中で5人変えることができます。ロナウド、ラウル、フィーゴ。今レアルマドリードのケイロス監督がテクニカルエリアに出て何か指示を与えていました。チャンスですよ。後ろからケリーのシュートだー。惜しくもチャンスを逃しました、ケリー。いやー、でもケリーは今日のこのゲームね、ここまで本当素晴らしいプレーしてますよね。井原さん、今中盤の守備的なベッカムが奪い返して、ベッカムから手前ロナウド、ロナウドへのスルーパス通った。レアルマドリードのチャンスだ。折り返して打たないフィーゴからラウルのシュート、はい、ディフェンスからすると来ないはずだっていう感じなんですか。うわ、ロナウド、ロナウド、すごい。今のね、モニアが吹っ飛ばされてましたからね。今のファーストタッチはすごいです。マルセイユ式ルーレットという、うん、足の裏を使った引き技、体を回転させるような引き技得意ですが、さあベッカム、ベッカムが浮かしてきました。ファンビアッソ、ロナウド、ロナウド、ロナウドのシュートだー。ポストだ、ポスト、まだある。ラウルが浮かして中に入れますが、コーナーキック。いやー、しかしまたロナウドがすごいプレーを見せてくれました。モニワもね、これ、これ最後モニワですよね。あ、戻ってきた時点で受けてるんですよ。分かりました、はい、つまりカンビアッソが出す段階ではもうオンサイドのポジションにいると。そうですね、またロナウドだ。ロナウドが、ロナウドが、うわー、オフサイド、オフサイド、オフサイドです。いやー、ロナウドからラウルという2トップのコンビネーションが見られましたが、ラウドオフサイド。やっぱり一人変わるだけでこれ変わるんですよね、ロナウド、うん、ラウル、ロベルト・カルロスへシュートを狙ってきましたが、ロベルト・カルロス、あ、今しかし場内が沸いたのはシュートの前のロベルト・カルロスのボールタッチでした。やっぱりフィーバだけはちょっとね、今日ちょっとフィットしてないかなって感じですよね。まだ妄想ですよね、ちょっとね、本当に。長谷川さん、ロベルト・カルロスだーと、やっぱりあのロベルト・カルロスが上がった場合の右サイドの守備とかですね、中盤の守備の仕方なんかをですね。さあ、ケリーのチャンスだ。キーパー出ます、セサル。セラです、代わって入りました。ガンビアッソ、セラネスへのスルーパスはオフサイドありません。チャンスだ、中に入れてきて、セラネスが流れで中に入って、ベッカムが右の手前に出てきました。バッテ FC 東京、入ってくる、オフサイドない、チャンスだ、ケリー浮かした、浮かして、浮かして、クロスバーの上でした。このビッグチャンスもケリーダメ、ものにすることができません。どういう形でポジションをうまく変化をさせながらベッカムらしさを出してくれるかどうかと思いますけどね。ジダンは左足の太ももを痛めたために今日は欠場です。ロナウド、ロナウドにモニワ、うわー、パスを通していってソラリだーっと、キーパー出た、ドイがよく出ましたが、その前のロナウドのパスは素晴らしかった。そのフェイントすごかったですね、今ね。いやー、もうすごい。前半ね、1回ありましたけど、ベッカムが右サイドに持った時のロナウドだーっと、ついに決めました、ロナウド。後半43分、レアルマドリード3点目。やっぱり喋れませんね。まあ、先ほどの話の途中ですけど、あ、しかしクロスボールもことごとく跳ね返されます。あ、オフサイドありません。ロナウド、ロナウド、裏の取り方、 FC 東京のディフェンス戻りましたが、うわー、あっと、ここはよく入った。藤山がかわされた後でしたが、
あーコーナーキックです。今ねボールもらう前のねあのディフェンスの背後多いサイドだ、飛び込んできます。ここで試合終了。レアルマドリード3対0 FC 東京を下しました。前半37分のベッカムのフリーキック、44分のソラリ、そして後半43分のロナウド。新加入のベッカムは前半からフル出場。フリーキックからレアルマドリードでの8得点をマークしました。